ファン必見。平野翔のムルティストラーダ V4S が明かす驚きの個性。平野翔が選んだ究極のバイク。その驚愕の性能とはある晴れた日、ファンたちは一斉に歓声を上げました。アイドルグループの平野翔が、デュケーティのムルティストラーダ V4S に乗って現れたからです。このバイクは、彼の個性と冒険心を完璧に表現していました。ここでは、 平野翔のムルティストラーダ V4S の魅力と他のメンバーのバイクに対するファンの期待について掘り下げてみましょう。バイク選びは単に性能や見た目の問題ではありません。それは乗り手の内面を映し出す鏡でもあります。平野翔がムルティストラーダ V4S を選んだことは彼の冒険心と自由を追求する姿勢を象徴しています。一方で、シンくんや騎士くんのバイク選びも それぞれの個性を反映した選択となるでしょう。ムルティストラーダ V4S は、デュケイティの第4世代のモデルであり、その性能とデザインはまさに一級品です。170馬力のドク V4 グランツーリスモエンジンを搭載し、軽量でコンパクトな設計は、スポーティーかつエキサイティングな乗り心地を提供します。さらに、このバイクは直感的で見やすいナビゲーションシステムや運転支援レーダーシステムを装備しており、 長距離旅行でも快適です。平野省がこのバイクを選んだ理由には、彼の冒険心と求める自由が関係しているでしょう。ムルティストラーダ V4S は、あらゆる地形に対応できるため、都市から山岳地帯までどこでも楽しむことができます。これは、彼の多面的なキャラクターを象徴しているかのようです。シンくんが赤いバイクを選んだことは、その情熱的で大胆な性格を象徴しています。 赤という色自体が情熱やエネルギーを表現しており、シン君の活発でエネルギッシュなキャラクターにぴったりです。彼が選ぶバイクは、性能やスタイルにこだわりがあり、ホンダのような信頼性の高いメーカーのものかもしれません。ホンダは性能と信頼性のバランスが良く、シン君のような多彩な人物にとって理想的な選択でしょう。騎士君の中型バイクは、彼の冷静で計算高い性格を反映しています。 中型バイクは操作性と安定性が高く様々なシチュエーションに対応できます。これはバランス感覚に優れた騎士くんにとって理想的な選択です。彼が選ぶバイクはシンプルながらも高性能で信頼性の高いものになるでしょう。ヤマハや川崎などのバイクも彼のスタイルに合うかもしれません。さて、他のメンバーたちはどんなバイクに乗っているのでしょうかここでは ファンたちが楽しんでいる推測と期待について見てみましょう。シンくんのバイクについては赤い車体が確認されています。これはおそらく彼の情熱的な性格を反映しているのでしょう。ホンダのバイクである可能性が高く、その性能とデザインにはファンたちの期待が高まっています。彼のバイクがどのようなものであるか、そしてそれがどのように彼の個性に合っているかを考えると、ファンは興奮を抑えきれません。 一方、騎士君のバイクは中型の可能性があります。彼が平野翔と真君の間に挟まれて走る様子から、そのサイズが推測されます。中型バイクは、機動性と安定性のバランスが取れており、彼の冷静で計算高い性格にぴったりです。具体的な情報はまだ明らかにされていませんが、ファンたちは彼のバイク選びがどのように彼の個性を反映しているかに興味津々です。 バイクは単なる移動手段ではありません。それは乗る人の個性や魅力を引き立てる存在です。アイドルたちがどのバイクを選ぶかは彼らの性格や好みを反映しており、ファンにとっても興味深いテーマです。特に平野賞のムルティストラーダ V4S は彼の自由と冒険心を象徴しており、ファンにとっても魅力的な存在となっています。他のメンバーたちもそれぞれの個性に合ったバイクを選ぶことで、 さらにファンとの絆を深めることができるでしょう。将来的には、シンくん、キシくん、そして平野章の3人が一緒にツーリングをする姿が見られるかもしれません。彼らがどんなバイクに乗っているかはさておき、その冒険にはきっと魅力があるでしょう。バイクは自由と冒険の象徴であり、それぞれのメンバーが選んだバイクに乗って、新しい場所や経験を求める姿は、ファンにとっても感動的です。 平野翔が選んだムルティストラーダ V4S は彼の個性と冒険心を象徴する素晴らしいバイクです。他のメンバーのバイクについてもファンの期待と推測が高まっています。バイクはその所有者の個性や魅力を引き立てる存在であり、ファンにとっても大切な要素です。シンくんが赤いバイクを選んだことは、その情熱的で大胆な性格を象徴しています。 赤という色自体が情熱やエネルギーを表現しており、シン君の活発でエネルギッシュなキャラクターにぴったりです。彼が選ぶバイクは、性能やスタイルにこだわりがあり、ホンダのような信頼性の高いメーカーのものかもしれません。ホンダは性能と信頼性のバランスが良く、シン君のような多彩な人物にとって理想的な選択でしょう。バイクは、単なる移動手段ではなく、それぞれの持ち主が持つストーリーを紡ぎ出します。 平野章、シンくん、キくんがそれぞれ選ぶバイクは彼らの人生の一部であり、ファンにとっても新たな発見の場となります。ファンは彼らがどのようなバイクに乗り、どのような場所を訪れるのかを想像しながら、その魅力に浸ることができます。近年、バイク市場では様々なトレンドが見られます。エコフレンドリーな電動バイクの人気が高まっており、都市部では特に需要が増しています。 これに伴い、電動バイクのデザインも多様化しており、性能も向上しています。アイドルたちが選ぶバイクにも、このような新しいトレンドが反映されるかもしれません。もし平野省が電動バイクを選ぶとしたら、どのようなモデルになるでしょうか電動バイクの中でも、高性能でスタイリッシュなモデルは数多く存在します。例えば、ゼロモーターサイクルズのモデルや、ハーレーダビッドソンのライブワイヤーなどが挙げられます。 これらのバイクは環境に配慮しつつもスポーティーでエキサイティングな乗り心地を提供します。平野賞の冒険心と環境意識を同時に満たす選択肢となるでしょう。将来的にはアイドルたちがバイクを通じてどのような活動を展開するかも興味深いです。例えばバイクを使ったファンイベントやツーリング企画が考えられます。これによりファンとの距離がさらに縮まり、 共感を深めることができるでしょう。バイクは自由と冒険の象徴であり、その魅力を最大限に活かした活動は、ファンにとっても大きな喜びとなるはずです。あなたは、アイドルたちが選ぶバイクにどのようなストーリーを感じますかまた、自分自身がバイクを選ぶとしたら、どのようなバイクが自分の個性やライフスタイルに合うと思いますかバイク選びの魅力と、その背後にあるストーリーについて、 ぜひコメントして議論を始めましょう。あなたのバイクに対する思いを共有し、新しい視点を見つけることができるかもしれません。あなたは、平野翔や他のメンバーがどんなバイクに乗っているかについて、どのように感じますかまた、あなた自身がバイクを選ぶとしたら、どんなバイクが自分の個性やライフスタイルに合うと思いますかぜひコメントして、議論を始めましょう。